釉薬の流し書きによる大胆な模様の作品で民芸刀の可能性を広げ、人間国宝に認定された浜田庄司氏。てらいのない即興的な筆致で描かれた抜き絵の本作は、作者の代表的な技法、流し書きとも一脈通じる、古典でありながらも躍動的な作品といえましょう。